コングリーブロケットを発射する軍艦ロケット艦は無誘導のロケットを兵器として搭載した軍艦である。この種の船で最も有名なのはエレバスでボルティモアの戦いに参加した際の様子はアメリカ国家となったフランシス・スコット・キーの詩、正常期にも記されている。ロケット艦は1806年にブローニュシュルメールのフランス艦隊を攻撃するためにも使用され、1808年の 第二次コペンハーゲンの海戦でも活動した。翌年のバスクロードの海戦には、キング・ジョージ、ニムロット、ホワイティングの3隻が参戦した。当時のコングリーブロケットはかなり不正確で、信頼性が低く、普通は、心理的攻撃として、他の急砲艦のような効果的な兵器と合わせて、使用された。エレバスは32ポンドロケット発射機を、甲板化に備え、 幻想や原則に開けた穴からロケットを射出した。他のロケット艦の中には、ボートと呼ぶべき小型のものもあり、それらはマストに発射機を備え付け、ハリヤードで上げ下げを行った。第二次世界大戦では、駆逐艦にヘッジホック対戦ロケット発射装置が搭載され、その後さらに効果的な対戦迫撃砲を運用するシステムが開発された。また上陸戦の際には、 ロケット弾を搭載した LCT が地上支援に使われた。1950年代からは様々なロケット推進の誘導ミサイルが軍艦に搭載されるようになった。ありがとうございます。